ジュニアオリンピックは国内オリンピック委員会が将来のオリンピック選手育成を目的として行う若年層向けスポーツ競技大会である。日本では正式名称を JOC ジュニアオリンピックカップと言い,い日本オリンピック委員会公演によるスポーツ大会の総称として使用されている。未来のオリンピック選手育成を目的として1992年より JOC 加盟競技それぞれ各連盟主催により行われている。それぞれ最優秀選手には JOC 杯が贈呈される。いわゆるジュニア年代による全国大会が対象となるが、競技によってその資格年齢は異なる。また、競技によって単独の大会として開催されるものがあれば、シニア大会と併催されるものや日本、選手権大会の一部門として開催されるものと、 様々である。中には、相撲のように、ジュニアオリンピック対象となる大会の変更歴がある、競技やレスリングのように複数の大会に、JOC 杯を贈呈する競技も存在する。ジュニアオリンピックの冠を受けられるのは JOC に、加盟する国内競技連盟あるいはその下部組織が主催する大会である。そのため、主催する連盟が JOC から大会、 除名あるいは資格停止となった場合、ジュニアオリンピックの冠無理を受けることはできなくなる。逆にオリンピックに採用されていない競技でも連盟が JOC に加盟していれば、ジュニアオリンピックの冠無理を受けることができる。この大会から、オリンピックや世界選手権などで活躍するトップ選手を多く輩出している。なお、ジュニアオリンピックはアメリカ合衆国でも同様に開催されている。 ありがとうございます。